様はどちらにおられる？はい、今寝室にいらっしゃいます。まだお休みか。はあ、一体どうしたことか心配だ。これは、いや、思われ、私としては急がなくてはな。王様、もし王様、執事長のブランディでございます。あの王様、いかがなされました？王様、うるさい。王様、ご心中深くお察し申し上げます。しかしそのように毎日お嘆きになりましてはお体に障ります。悔しい。王様、お聞きください王様。本日お待ちかねの新宮殿が完成いたしました。本当か？はい、私が言うのもなんでございますが、思いのほかの出来でございまして、うん、特に庭園からの眺めはこの農務王国始まって以来の絶景かと思われます。ブランディ、これこそわしの夢見た宮殿じゃ。恐れ入ります。いや、よくやった。わしもこれで生き返ったようじゃ。ありがとうございます。王様のそのお言葉をお待ちしておりました。あとは倉庫にある置物を出して飾るだけじゃ。さようで、あの噴水の真ん中に、とっておきの像の置物を置く予定でございます。いいぞ、これでこの庭がぐっと引き締まる。はい、確かに。この階段の左右にも何か置かなくちゃいかんぞ。はい、ここに置くものも決まっておりまして。ん？何を置く？はい、ここにはオオトカゲ。トカゲ？はい、あちらには豚。豚？はい、いずれも立派な置物でございますよ王様。トカゲに豚か。今は倉庫の中で埃にまみれておりますが、ピカピカに磨いてここに置きますれば、それはもう虎じゃ。はい、ここにはあのドロシーがかっさらっていったあの虎が一番じゃ。王様、そのことはもうお忘れになって。忘れるものか。こちらの台にはあのドロシーのやつがかっさらっていった大足が一番よく似合う。王様、そのことはもう。くそ、あの小娘のためにこの宮殿が台無しになってしまったわい。王様、今に見ておれドロシー、叩きのめしてやるぞ。王様、ドロシーはあのカカシと一緒にオズの国に逃げ帰ってしまったそうで。分かっておるわい、二人ともまとめてくっちゃんくっちゃんにして。しかし我々がオズの国に行くには、あのゾッとするような死の砂漠を越えなければなりません。分かっておる。しかもこのノームの国であの死の砂漠を越えられる者は一人もおりません。分かっておる、分かっておるわ。覚えておれドロシー。どうしました、ドロシーさん。今誰か私を呼んだみたい。カカシさん
聞こえなかった？さあ、私には何も聞こえませんが。ドロシー様、カカシ様、お城の中全部探しました。でもオズマ姫はいらっしゃいません。まあ、おやおや、またですか。もうすぐお昼ですから、お席についてらしてくださいとは中々に。またどこかに遊びに行ってしまったのね。本当にしょうがない、お姫様。あ、ドロシーさん、あなたは先に食事をした方がいいです。それはダメよ。今日はオズマ姫は食事のお作法を勉強する予定だったのよ。それでですか。さて、今日はどこで遊んでいるのかな、あのいたずら坊主は。坊主はやめてちょうだい。オズマ姫はちゃんとした女の子よ。失礼しました、ドロシーさん。確かにあの子は女の子です。しかもこのエメラルドの国の正真正銘の王女様です。のんきなこと言ってる場合じゃないわよ、カカシさん。オズマ姫がどうしてもこの国の女王様になるのが嫌だと言った時は、カカシさん、あなたがまたこの国の王様になるより仕方がないのよ。は、いや、それはもうなしです。二度とあんな退屈なお役目はごめんです。オズマ姫もそう言ってるわ。いかがです、ドロシーさん、あなたがこの国の女王様になられては。私は観察におじさんとおばさんが待ってるの。この国にずっといるわけにはいかないわ。オズの国のドロシー姫、うん、なかなか響きもいい。うん、それいい考えだ。は？え？それがいいよ。ドロシーがこの国の女王様になればいいんだ。オズマ姫ね、どこにいるの？あそこです。どこ？ほら、あそこでリンゴを食べてます。本当だわ。やあ、元気かい二人とも。降りてらっしゃい、オズマ姫、お食事の時間です。わかってるよ、今やってるところさ。おいしいよ、ここのリンゴ。ドロシー姫も食べるなら取ってやるよ。いりません。黙って降りてらっしゃい、命令です。はーい、わかりました先生。一個食べてから降ります。まあ、私が木に登れないと思ってバカにしてるのね。よーし、抑えて、ドロシーさん。こういう時は気長に構えなくては。あ、ドロシーさん。黙っててちょうだい、カカシさん。私には私のやり方があるんだから。あ、ドロシーさん、それは危ない。オズマ姫、いい加減にしなさい。私たちがノームの国に行ってる間にすっかり元のチップに戻ってしまったのね。ああ、危ない、ドロシー。先生って言いなさい。私はあなたの先生ですよ。今お勉強の時間じゃないぜ。そんなに威張るな。何ですかその言葉遣いは。あなた、だんだん言葉遣いが悪くなってるわ。だんだんまともになったって言ってほしいね。僕はもともと男なんだ。そうじゃありません。あなたは魔法で男の子に変えられただけです。もともとはちゃんとした女の子だったのです。さ、こっちにいらっしゃい。無駄だよ、僕は元のチップに戻るんだ。おつま姫なんてクソくらいだ。あなたにはまた最初から女王になるための教育が必要だわ。黙ってこっちにいらっしゃい。ピーだ、ここまで来たらいいライト。よし。あー、ダメ、その枝腐ってる。え、あ、ここ、それ上の枝を捕まえるといいよ。そうそうそう、それ。ありがとう。でもそれ以上こっちへ来ると危ないよ。もう知らないからね。平気よ、何よこれぐらい。ああ、やめてください、ドロシーさん、危ないです。カカシさんは黙っててちょうだい。あ、危ない。つかまれ、枝につかまれ。ドロシー、ドロシー大丈夫か。大丈夫よ、今助けてやるからな。で
わ。今日は特別きついお勉強の日にしてあげるから。あーやだやだ、僕これから泳ぎに行くんだ。とんでもない、罰として今日から1週間お城から外には出しません。ああああ。さあいらっしゃい。やだ、こっちにいらっしゃい。痛い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 、髪の毛が抜けちゃうよ。大丈夫、いらっしゃい。はいはい、わかりました。何、どこにおるその男。はい、次の間に控えております。よし、どうせすぐ連れてこい。はい、ただいま。おいおい、こら起きろ、王様お呼びだ。来い。おいこら待て。いいか、王様に失礼のないように気をつけろ。わかったな。ふん、なんてやつだ。おい待て、こら、わしなんないっすよ、勝手に。王様、こいつが先ほどの。俺はガフだ。ガフだ。バカ、ガフだけでいいんだ。あ、ガフ。そうだ、ガフ、またはガフ様でもいい。それでお前はオズの国を攻め落とす方法を知ってるそうだな。ああ、知ってる知ってる。でたらめを言うと許さんぞ。お前はあの国が広大な砂漠の向こうにあることを知っとるのか。ああ、知ってる。途中には死の砂漠という太陽の照りつける我々ノーム人が通れない砂漠があることも知っとる。そんなことは問題ではない。大津の国を攻め落とすのは簡単だ。穴を掘ればいい。穴？そうだ、向こうまで掘ればいい。ノームの兵隊が通れるぐらいの穴を掘ればいいのだ。そうすれば昼の光にもカラカラの砂漠にも邪魔されることなく、大津の国に何万人でも兵隊を送り込むことができるではないか。なるほど。はは、そいつは簡単だな、ブランディ。これ以上簡単な方法はございません、王様。こんな簡単な方法がどうして今まで思いつかなかったのだ。はい、きっとどうかしてたのでございましょう。そうだ、きっと我々はどうかしていたのだ。よし、トンネルを掘りにかかれ。こういうことをやらせると我がノーム人は一流じゃな。見ろブランディ、トンネルを掘り出してまだ3日だというのにもうこんなに掘ってしまった。さようで、これぞノーム王国の底力と申せましょう。オズのやつね、今に見ておれ、残らずわしの奴隷にしてやるわ。オズの国はもう我々の手の中に入ったも同然でございます。ブランディ、はい、そろそろ国中の兵隊に動員令をかけておけ。1ヶ月後にはこのトンネルの入り口で全員を集合させるのじゃ。1ヶ月後でございますか。そうだ、1ヶ月後にはオズの国に向かって総攻撃じゃ。あの王様、今から1ヶ月後にトンネルを完成させるのは少々無理かと思われますが。何？どうしてじゃ。これだけの速度で掘っておるのだぞ、相当早く進んでいるはずじゃ。はい、確かに。しかし我々の掘り進む速さではちょっと無理かと。よし、それでは明日から一日中昼夜の区別なく掘るのだ。そうすればその倍は進む。それでどうだ。それでも1ヶ月後というのは。ねえ、黙れ。わしの計算だと1ヶ月でオズの国に着くはずじゃ。王様、一日中掘り進んだとしてもオズの国まで大変遠うございます。どうしても2000日かかる計算ということになります。2000日。はい。2000日というのは何ヶ月だ。ざっと3年でございます。今の勢いで掘り進み3年後に大津の国に到着ということに。3年。王様、大きいよ確かに。
三年後とは何事じゃ。それではわしは病気になって死んでしまうぞ。そのように申されましても王様。わしの計算通りにやれ。一ヶ月後に総攻撃だ。しかし王様、そんなことなら朝飯前だ。今なんて言ったガフ、もう一度言うてみ。わしなら一人の兵隊も使わず一ヶ月でオズの国まで穴を掘ることができる。本当か。明日からきっかり一ヶ月でやってみせる。くそー、それならそれとどうして早く言わないのだ。我々がこれだけ悩み抜いているのに。お前たちはわしに何も相談せず勝手に取りかかった。ただそれだけの話ではないか。ん、これからは何事にもよらずわしに相談しることだ。それが一番の早道じゃろうって。ふん。え、あのヘラズ口め、大きな口を叩きおって。王様、あのようなデタラメを信じてはなりません。あんな年寄りが一人で何ができますか。魔法でも使わない限りオズの国まで。魔法、ヤツは魔法使いかな。いいよ、こっち入っておいで。チビ、遠慮しないでいいんだよ。おいでおいで、いい子じゃ。さあおいで。なんじゃあれは。国まで穴を掘るのはこいつじゃ。岩が好物でな。岩を食うのか。バカな、そんな。それぐらいにしておけ、チビ。明日からたらふく食わせてやるからな。やめろ、チビ。そんなものを食うと体を壊すぞ。素晴らしい、気に入ったぞガフ。あ、王様。あぶのうございます、王様。ブランディ、お前も登ってこい。とんでもない、お願いでございます王様。この化け物がおとなしくしている間にどうか早く降りてきて。臆病者め、わしはこいつに乗ってオズの国に一気に攻め込んでやるぞ。さあ、オズの国に向かって進撃じゃ。進撃、進撃じゃ。こいつわしの言うこと聞いてくれるぞ。お待ちください王様。お待ちを。
すごい。お待ちくださいよ王様、私もお供いたしますよ王様。吾妻姫って本当にいたずらっ子。ある日、誰も入ってはいけないと言われる暗闇の広間へ入ってしまうの。そこにはオズの国の歴史が記してあったの。次回、エメラルダの秘密、お楽しみにね。